死祖蝶のベルリン標本のレプリカ。最も有名な戦士時代の鳥類現在の調査では、死祖蝶は、原生鳥類の祖先ではなく、近縁であったと思われる鳥類は、ある羽毛で覆われた、獣脚類の恐竜から進化し、鳥類と恐竜を分ける線は、実際にはない。しかし、KT 協会を境に、鳥類は生き延びたが、一人形態恐竜は、絶滅に至った。この記事では、 鳥類は、いわゆる鳥類綱のクレードのメンバーとした。恐竜の中には、鳥類であるかどうか言えない種もあるが、それらは、プロとパードに入れた。当記事では、化石となった、完全標本のみしか知られていない、戦士時代の鳥のたくさの一覧を記載した。それらの絶滅は、第4期後半以前より発生し、人類の活動によるものはなかった。人類は、 鳥類とりわけその卵を食用としていたが、後期急石器時代まで鳥の個体数に深刻な影響を与えるほどの人口や技術はなかった。むしろ、ここで一覧に挙げた鳥類の種は、水性の大爆発、軌道シフト、大規模な噴火などによる気候変動のような生物以外の原因により、絶滅したものである。つまり、それは、先祖あるいはより優れた。 タクサにより進化による置き換えにより絶滅に至ったものである。非常に多くの種の海鳥が第四期にかけて絶滅したのは有名である。これはおそらく少なくとも当時代に海に生きる哺乳類が出現によるものであろう。それらのタクサの関連はしばしば断定するのは困難である。というのも多くは大変部分的な意向からしか知られておらず DNA、 RNA、タンパク質配列からの情報分析を除き、完全な化石によってしか知られていない。19世紀後半以前、鉱物はまだ生物学の境の一つとして考えられ、化石はしばしば平行分類学として扱われていた。化石を動物あるいは植物に割り当てるよりむしろ、それらは鉱物種として扱われ、オスティーハーニツあるいはオーナサリスズを学名に使用された。 後者の学名は、卵化石に割り当てる俗名に使用されている。系統学の分類において、目以上の高さが与えられているかどうか疑わしい。俗より、会グループにおいて、年代順で並べている。新鳥類以外の上位グループは、ルイス・チアッペにより提案された、系統発生に基づいて配置され、最近の研究結果も、この一覧表を改定あるいは追記することにより、 反映している。最も原始的な鳥類は、通常、一般に、脊椎は融合しておらず、長い骨を持つ。これらの原始的な鳥のすべてが鳥の祖先の系統に、あるかもしれないとは限らない。それらが、鳥群より、他の住脚流類に禁煙ではないことは、検証されている。原生の微端骨を持つ最古の鳥類であり、お椎骨が減少し融合している。 おそらく側系統群とされる。微端骨の二つのタイプが知られており、一つは、カンフジャソーナサデイ、エナンティオルニス類などやノミンギアようないくつかの非鳥類従脚類に見られる棒のような形状であり、もう一つは、原生鳥類につながる系統でのみ知られている、月の葉のような形状である。鳥類で見られる微端骨が、実際に子孫で共通の表現形態である。 共有形質であることは確実とは言えない。アイボロームソルニスローマーリーの復元。小型の原始種のエナンティオールニス。それは今日のアトリほど大きくなかった。ここで提示したエナンティオールニス類の分類リストは2011年にトーマス・アール・ホルツ・ジュニアによって公開された概要による。注意、このザーバーに続くはオーナサリーンとして分類されることもあるが、ホルツは ユーナンティアナサンズに含めていることに注意。ホルツは、ライオニングロニツを、オーナサリーモアフに入れたが、最近の研究では、イーアリアレイビスの近縁類として配置している。オーナサリーモアファとも呼ばれる。基本的に原生鳥と同じであるが、多くはまだそのような葉や翼の爪などいくつかの原始的な特徴を持っている点が異なる。 これらは月の葉のような形状の微端骨と微翼を持っている。このグループの分類は紛らわしいオーナサリーの名は1866年にエルムストヘッケルよって初めて提案された。それ以来、用語の意味について数回改定されている。以下はホルツらによるユアナシアン族のリストである。注意、ホルツはユーロリンノーニズ、ホルブシャ、 ペイリアーカーサーニース、パイキシーの山賊をユアナシアンズに含めていたが、それらは翼竜として同定されている。ヘスペロルニス大型で歯が存在しており、アビのように潜水する鳥類である。規定と未解決の形態これらの原生鳥類は、原生群をどれか一群に関連して配置することができない化石であると知られ、固有派生形質的にそれらを分類学上の目に、 割り当てることができない。特に白秋後期から第2期前期の分類群は、おそらくいくつかの原生の目に分かれ、第3期後期の分類群は、原生するとがを除いて絶滅した系統が多く、存在している。ドロモルニス・ゲニオルニス・ディアトリマは、不明瞭な類縁の巨大な飛ぶことのできない古代3期鳥のグループである。伝統的に鶴もに属していたが、 現在、それらは別の目と考えられて、キジカも類に近いと思われている。現代のクイナカとツルカを含むグループである。それらはおそらくガワ系統である。パラフィソルニスコウノトリ、アオサギ、および新世界のハゲワシを含む多様なグループ。ここでリストしたものは、ガワ系統である。現代のペリカントウを含むグループである。ここに挙げた種は、 ガワ系統である熱帯腸の系統は、このグループの一部ではなく、水な鳥類と関係し、ペンギン目との関係については、より多くの調査が必要である。また、ペリカンは、少なくともウと同様にコウ鳥トに近いので、ウのグループはウメと分離し、ペリカン類は、コウ鳥トに合併される場合もある。コペプテリクスオステオドントルニスアイマルイカリプテス、未解決及び、 規定のオームの化石種テラトリュニス。ありがとうございます。